ちは、じゅんです。今日はですね、初登場、飯塚千恵さんです。よろしくお願いします。今回はですね、現場でゴルフ場でレッスンを千恵さんにしてもらうという企画でございます。お願いします。次はですね、ラフ。はい、夏は大敵ラフです。そうですね、ちょうどガンガンに生えて、ここら辺の密集してる、このラフ、おりゃ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 。さあ、じゃあ、はい、あの流れからいくと、はい、まず打ってみましょうか。もうテストみたい。まあ、ラフですから、気にしないです。うまっ。もう終わりですね。山ちゃん終わりました。終わりです。お疲れです。もう引っかかることもなく、はい、引っかかることもなく、はい、普通に打ててます。そして距離もちゃんと出てます。うん。言うことないですね。はい。じゅんさん、何を気をつけてますか？こっからここを、はい、ボールの手前と奥を、なんていうんだろう、ベースを、なんていうんだろう、そのままズズズズズズってイメージで打ってます。素晴らしいですね。これもう、OK です。やっともらえたの。レッスンです。じゅんさんのレッスン。ほんと、じゅんさんからのちえさんのレッスンじゃなくて、じゅんさんからのレッスンです。おお、はい、すごくいいこと言いました。今じゅんさん、もう一回ちょっと詳しく説明してもらってもいいですか？詳しく説明できるかどうかわかんないですけど。なんとなくですよね、このボールの手前5センチぐらいと、ボールの先5センチぐらいをもうずっとズズズズズズってこう、そうですね、打っていく。もうズズズズズズって打っていく。ズズズズって打っていく。このズズズズがすごく良くて、はい、男性の多くの方って打ち込むんですよね。うん、うん、打ち込んでますね。はい、はい、はい、やってますね。で、クチョンってやってます。で、インパクトの時に一番力が入って突っかかって飛ばないよねっていうのが、はい、多くのアマチュアの方。はい、はい、はい、わかります。ジュンさんは普通にできちゃったんで何の解説もないんですけども、まさにそのインパクトで力入れないことがメリットの、芝と喧嘩しない、芝に勝とうとして力入ってしまうと芝と喧嘩しちゃうので、なのでじゅんさんの表現がすごく良くて、ズズズズズズ。そしてじゅんさん、あのこのズズズズってやろうとした時だけフェースの開閉があんまりないんですよ。そうそうそう、なんかね、最初からしかもちょっと閉じてる感じがした。そうです、もう、はい、テイクバックをまっすぐ引いて、はい、まっすぐズズズズズズって出す。これがいいんですよ。なんかタイトルで完結しそうだね。はい、これが一番大事なポイントなんです。一番大事なポイント、はい、ズズズズをやるためにジュンさんがやってたことはフェース開閉を抑えてた、うんうん、なんかアプローチの時はできるんですよ、それが。はい、けどちょっと飛ばそうとするとやっぱこうなったりとかしちゃうんだと思うんですけど、うん、アプローチでこうやってやると失敗するんで、あ、もう感じてはいるんですね。はい。こうなると、はい、キュッってなるから、そう、確かに、はい、やらないように、アプローチはめっちゃ気をつけてるんですよ、こうやって、はい、全部素晴らしいです。なるほど、アプローチはできるというか、結構気にしてまっすぐ、まっすぐ上げるっていうのをやってるんですよね、うん、それちょっとでもお願いします。そうですね。ちょっとでもお願いします。はい、はい、じゃあポイントとしては開閉しない、しない、一番は、はい、はい、そうね、そうですね。はい、今日何度も言ってるんですけど、やっぱり開閉するとリーディングエッジから入るので、うん、芝突っかかっちゃいます、ダフっちゃいます、喧嘩しちゃいます、はい、なのでジュンさんが言ってたこのズズズズズをやるために、はい、レッスンの開閉を抑えていくのが、はい、ポイント、ポイントです。はい、はい、分かりました。まあでも今フェースそんなに開いてなかったんですよ、最初。そうですね、開こうか悩んだんですけど、なんとなくやめたっていうか、まあここまでじゃないかなと思って。これが、ラフの時って開いた方がいいんですか？あ、
密集してる時はやっぱり開きますけど、これくらいだったらスクエアで全然大丈夫と思います。密集してる時に開く、より突っかかっちゃうんですよね。そうなんです、まっすぐ。ああ、そういうことか。開くと抜けやすい。はいはいはい、誰かいる抜けやすいんだけど、開いたところから開いちゃうと、あ、また例のあれ。そうかそうか、開いて抜きやすくするけど、そこは気をつけるって。そうなんです。あ、開くけど、こう開けなきゃいけない。そうですね、そうです。あ、開いたらこうなっちゃいますよね。そうなんです、うんうん、なりやすいもんね、こっちに。そうなんです。それをこう押さえながらしていかなきゃいけない。開いたら、そうです、こうやって、はい、で、そうです、そうです。あ、すげえな。やってみます。はい、あ、開いて、はい、開いたバージョン、開いて、でもこれちょっと浮いてましたよね、さっきですか。はい、浮いてた、浮いてたかも、うん、これはちょっと嫌です。埋まってますよ、根元に。これさっきも埋まってたバージョンだとして、はい、これはもうちょっと埋まったバージョン、はい、うん、なのでさっきよりやや開いて構えて、こんぐらい、はい、で、中で開かない、OK です。行きます。これはちょっと緊張します。じゃあ、右行った。じゃあ、はい、テイクバックね。テイクバックで。開かないようにしてたつもりなんですけど、開いてます。はい。ああ、難しいな。バンカーみたいに やったらいいってことです。そうです、そうです。側屈の運動ってわかります？側屈、この脇、ここ、はい、え、この脇結構使っていきます。この脇をしっかり使うことによってフェースのこう開閉を抑えられるんですよ。へえ。この側屈を入れないで手だけでやっちゃうと開きやすく、ここギュンギュンになっちゃうんで、じゃあちょっとちえさんにね、はい、先生お願いします。そんなことない。ま、見えないもん。ちょっとさん、ごめんなさい。ゆうさん、これ起きてましたね。そうです。なりますね、太くやると。そう。よかった。なんかもっと持ってかれますよね、持ってかれます。あ、足が肉離れ、Cさん肉離れです。これ拾うかなって、うん、おお、すげえ、完璧、うん、っていう感じですね。うまっ、へえ。側屈って言ってこの伸びる縮むの、そうです、そうです、そうです。脇腹ですね、はいはい、脇腹、これ何ですか？これ何でしたっけ？側側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 側。これが伸びてる方、縮んでる方ありますよね、はい、これを入れていきたいです。あ、はい、はい、そうです、そうです、そうです。
さんともこういうラフで、うん、結構力必要ですね、これやるにはね。そうなんですよ、この力、ここの力必要ですね。え、でもちょっと最後はもうあんま開かなかったじゃないですか、はい、分かりました。開かなくてもほらふわっと上がるってことですね。そうなんです。今何をやったかというと、はい、開いたらやっぱ女性の私たちってちょっと右に抜けるじゃないですか、うん、なので綺麗な状態に構えておいて体のこのサックスの動きでインパクトに開く。それで十分だと。一旦は、はい。そうすると球の高さが出るんで、うん、無理やり開く方が確かにちょっとタンクっぽい感じ出ちゃいますね。男性はいけるんですかね。男性はヘッドスピードがあるんでいけるんですよ。なるほど。男性は開いて、うん、ちょっとやってみてもらって、うん、それでも負けちゃう人はクエアでいいかもしれないですね、はい、あ、なるほど。やってください。はい、以上です。何ですか最後その可愛い状態です。はい、皆さんご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。あとですね、リンゴルフの LINE アット開設しましたので概要欄から登録お願いします。